値引き品の大きなホッケ。美味しそう。いただきマンモス。平日の朝も和食とか作りたいんだけど、やっぱりなかなか時間がなくって。うん、美味しい。魚美味しいよね。ホッケ最高。うん、今日の朝食最高。切るの忘れちゃった。休みの日でもなんかめちゃくちゃ早く目が覚めちゃうんですよね。味噌汁がさ、美味しいよ。私の大好きなちくわの美味しい食べ方、マヨネーズかけるだけ。これが一番美味しいの。今日の朝食は体に絶対いいのばかり。あ、ちょっとマヨネーズ使いすぎたかな。仕事がね、結構忙しい日が続いて、朝バタバタ出て行った日が多かったので、家族で食べる朝食も美味しいけど、やっぱり一人で休みの日に好きなものを作って食べる朝食がすごい幸せ。魚の匂いがするとあーちゃんが降りてくるから、そのうち来ると思う。卵焼きがやっぱり一番美味しい。サンマの美味しい季節にもなったので、サンマも買いに行かなきゃ。サンマでも高そうだよね。すごい高い時あるもんね。卵焼きにあんこでも食べれそう。秋
秋って本当美味しいものもたくさんあるし、涼しくなってファッションも楽しめるし、なんかめちゃくちゃ私秋好きなんですよ。皆さんはどの季節が好きですか？真冬とか真夏はやっぱりあまり得意じゃないですけど、でもまだ冬の方が好きです。春と秋で言ったら秋の方が断然好きです。春も嫌いじゃないんですけど、春って夏に向かっていくじゃないですか。私本当に夏が苦手で、もうできることなら一歩も外に出たくないっていつも子供の頃から思ってたんですね。だからもう本当に秋が来るとホッとする。でなんかワクワクするんだよね、秋って。秋に嫌な思い出ないかも。夏すごい好きな方とか結構でもいますよね。若い頃夏をねすごい好きになろうと頑張ったんですよ。なんか夏好きな女子輝いてるみたいなそんな気がして、だけどやっぱり無理だった。やっぱり私は夏は無理だわと思って今に至ります。私バレー部だったんですけど、もうめちゃくちゃ暑い体育館の中でバレーボールやってたり、子供の頃から小学校3年生ぐらいからバレーボールやってて、まあ、少年団みたいなやつですよね、みたいなというか少年団なんですけど、もうさ結構強いチームでスポコンみたいな感じで、練習がめちゃくちゃきつくって、真夏も合宿があってすんごい暑い体育館で延々と練習させられてって、昔だからさ水とか飲んじゃいけないわけですよ。今じゃ考えられないんですけどね。ごちそうさまでした。